打ちました。セカンド取る。アウト、ワンアウト。宮山さん、キャッチャーとしてはまず何が頭にあるでしょうか。まあ、そうですね、やはり長打は避けたいですから、高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。これが初球。初球ボール。膝元への変化球。外外れてボール。4球目は何で来るか。際どいコース外れました。このボールは外れてフォアボール。ワンアウトから同点のランナーを出していきます。小宮山さん、どうでしょうかね。ちょっとコントロールに気をつけたいですよね。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。外に決まりました。さあ3球目は何か。インサイド落ちました。これはどうか。ショート取った。セカンドフォースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。先ほどのプレーです。見事ダブルプレーに仕留めました。そうですね、まあ、ピッチャーからすれば理想的な打ち取り方ですよね。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。2対1カープが1点差を守っています。カープ4回裏の攻撃になります。バッターボックスは6番ネルドレッド。カープ1点リードで迎える4回の攻撃です。西さん、まずはリードを広げていきたいですね。まあ、やっぱり中盤でどれだけリードできるかですよね。そうですよね。相手にプレッシャーをかけておきたいですね。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。次が3球目。この球は外れています。変化球空振り。ワンアウトです。バッターボックスには7番阿部。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。小笠原、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さあ初球は何か。初球変化球は空振りです。今の球には手を出しませんでした。ストライクです。あっという間に2ストライクです。3球目は何で来るか。内への変化球は決まりません。わずかに入りません。
カウント。インサイド変化球外れます。3ボール2ストライクです。打ちました。京也アウト、2アウト。バッターボックスは8番相澤。2アウトランナーありません。初球ボール。バッターの相澤、バッターとしてはどういう特徴がありますか？まあ、パワーとテクニックを兼ね備えた頼りになるバッターですね。ああ、そうですか。これが3球目。打った、レフトに大きな打球。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで4試合連続安打。ツーアウトランナー二塁。ここはうまく引っ張ってツーベースヒットとしています。いや、本当にうまく反応しましたよね。先発の野村がバッターボックスに入ります。ここは白星もかかってますし、当然行くでしょうね。そうですね。さあ、追加点のランナーを置いた場面です。まずはストライクを取りました。2球目は何で来るか。ファウルです。空振り三振。前にボールを飛ばせません。攻めきれませんでした。ランナー出ましたが、カープ得点には至りませんでした。4回終了2対1、1点リードはカープです。小宮山さん、追われる展開となっているわけですが、このぐらいの点差の時にピッチャーはどんなことを考えるものなんですか？いや、もうとにかく一球一球集中するということですよね。そうですね。さあ、しっかり抑えていきたい。インサイド落ちました。これはどうだ。おっと、取った。アウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。いいプレーが出ました。ファインプレーです。いやー、小宮山さん、素晴らしいプレーが飛び出しましたね。そうですね。バッターは打った瞬間に抜けたと思ったでしょうからね。ピッチャーに打順が回って、先発の小笠原打席に入ります。まあ、ここはピッチャー相手でも雑になってはいけませんね。そうですね。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。これは内へ外れます。インコース空振り、追い込まれました。ワンボールツーストライクです。これはバット出ず三振です。打順はトップに帰って京也。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。2アウトランナーありません。今日の先発ピッチャーはカープが野村、そしてドラゴンズが小笠原、この2人の投げ合いとなっています。いいとこ投げてきますね。いい
まっすぐですね。はい、ノーボールツーストライクです。あーボールですか。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対1カープが1点をリードしています。西さん、今日は接戦となっているわけですが、この試合展開をどうご覧になりますか。まあ緊張感のあるね、いい試合ですね。ピッチャー両投手も頑張ってますよ。そうですよね。インサイド外れます。打ちました。入れました。ファールボール。スライダーが決まります。ワンボールツーストライクです。ちょっと外れたか。打ちました。さあどうだ。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁です。ここはうまく打ち返していきました。ツーベースヒットを放っています。そうですね、綺麗に打ってますし、いいバッティングですよね。さあカープ、追加点のチャンスを迎えています。点差は何点あってもいいわけですから、取れるときにどんどん取っておきたいですね。そうですよね。まあただちょっとチャンスで力む場面も見られますから、ミスショットしないようにしたいですね。外のボールが打っていった。ぐんぐん伸びる。切れました。ファウル。フェアならば貴重な追加点というところで、左中間へ持っていった。ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーサードがパスを蹴った。ボールは中継。セカンドランナーホームイン。カープ、3対1。さらにチャンスは続きます。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。徐々に試合の流れを確かなものにしようとしています。さあそして打席には野間が入ります。さあチャンスが続きます。まあここでつないで1点でも多く得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。最初は変化球できました。これが2球目。5対1。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、見事な一発が飛び出しました。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いや彼らしい見事な一打でしたね。これは勝利に近づく追加点になったと言えるでしょう。いや西さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや本当いいバッティングしましたね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。
打ちました。これはどうか、センターへ抜ける、これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスは5番松山、ヒットでランナーを一塁に置いています。